皆さんどうもこんにちは。友達くれなきゃいたずらしちゃうぞ。うぷ主のみーです。なんか悲しいお願いだな。お金をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。霊夢だよ。ただの強盗かな。もうすぐハロウィン。お前は年中ハロウィンみたいな格好してんなって顔してるそこの狐。後で体育館裏に来い。いや、ちょ勘弁。ところで皆さん、社畜という言葉を知っていますか？なんだ、霊夢が珍しく真面目に話し始めたぜ。社畜とは、主に日本で勤めている会社に飼いならされてしまい、自分の意思と良心を放棄し、奴隷、家畜、と化したサラリーマン、OL の状態を揶揄したものである。ああ、それは知っているが社畜がどうしたんだ。では問題です。そんな社畜が上司に鬱憤を晴らしたら何が起こるでしょうか？そんなの絶対やべえことになるだろ。ふっふっふ、それじゃあ早速どうなるか見ていきましょう。おいおい、なんでこんな軽快な BGM なんだよ。これじゃあ仕事が楽しくてしょうがない感じだろうが。あ、これこの上司の着信音。出せ。じー。なんでウォーターサーバーをしたら蹴ったんだよ。あー壁ー。この上司は壁マニアです。なんだただの変態か。水が入ります。ご注意ください。おお、水を飲むとこんなにが体力なれるのね。なれねえよ。富士山の水が染み渡る。うわあ破裂する。もう少々お待ちを。ケチャップボンバー。おう、トメイト。なるほど、こうしてケチャップは作られているのね。なわけあるかー。あ、退社時刻だ。帰ろっと。旦那、掃除は任せてくだせ。なんだこいつは。清掃員の吉田さんだよ。死体の掃除もしてくれんのか。あ、ケチャップケチャップ。上司は不死身です。かてっこねえ。ゾウも作れなきゃいたずらしちゃうぞ。いたずらされた方が絶対いいわ。ハロウィン。なんか僕でぐさぐさされてるんだけど。これは悪魔式ハロウィンです。過激なんてもんじゃねえ。ゾウも作れなきゃいたずらしちゃうぞ。ちなみにいたずらは今やっていることです。どっちを選んでも地獄じゃねえか。いえいえ、ハロウィン万歳。万歳。時にははっちゃけることも大事だということだね。はっちゃけすぎだ。ゴミ拾いに来やした。ご苦労吉田くん。いや、昨日は悪魔にフォークで刺されて大変だったよ。こいつマジで化け物かよ。プレゼントです。いいのか。では僕はこれで。さようなら。おいプレゼントってまさか。あら素敵なオブジェ、どこに飾ろう。さあ帰ろう帰ろう。あ、あれはオブジェなんかじゃ。なんだオブジェじゃなくて花火だったか。これでも生きてる。上司には核爆弾も効かないね。大丈夫、まだまだ手はあるわ。何掃除したらいいかわかんないっすけど掃除しておきますね。どうもね。花火のプレゼントありがとう。あんたまだ生きてたんですか。はっはっは、当然だよ。これ地味に痛いな。おいおい、ボンレスハムにするつもりか。いや、ブロックに草。バラバラーン。電話のあのビヨンビヨンでこんなことできるもんなのか。できるもんなんだね、すげえ。いつまで喋ってんだよ。お、こいつは肉屋に売れるぞ。皆さん間違えて上司肉を買わないように気をつけてくださいね。絶対買わねえ。余分な肉が落とされた感じだよ。いいダイエットになったな。何してんのこいつら。ああ、上司の頭に切れ込みが。避けるチーズよ。うおーめっちゃ避けてる。気持ち悪。さあ、お食べ。もっと細かく咲こう。踏んでる踏んでる。吉田くん、お願い。せいせいお待ちを。皆さん、避けるチーズはこのようにして生まれています。生まれてません。はあ、早く帰りてー。おつおつ。また来やがった。避けるチーズってあんな気分なんだね。どんな気分だよ。わー。机に登れんのかよ。誰でも登れるだろうが。今忘れ物を探してます。あ、これこれ。なんだこれ。寝袋。これで今日は会社に泊まれるよ。いや帰ろうぜ。旦那、掃除に来やしたぜ。吉田くんいつもご苦労様。さて、帰るか。おい、なんか私の体が寝袋だったんだけどさ。何言ってんだあんた。また仕事を増やしにやってきたわよ。ラッキョウみたいな頭しやがって。お前らそっくりだよ。あれ、ゴミ箱の中に何かいるよ。ユニコーン。かわいい。驚くところそこじゃねえだろ。うちの上司と遊んでやって。お安い御用だ。うわぁ、なんだなんだ。おう。じゃあ大変うちのユニコーンちゃんか。ユニコーンの血じゃなくておっさんの血だ。よぉ、なんか刺さってない。それは気のせいってやつさ。そうか、ならよかった。思いっきりぶっ刺さってんぞ。いいポーズだ。大成功ね。なんだなんだ今度はユニコーンですかい。うちのペットが遊んだんだ。動物というのはいいね。あ、愚かな動物が来た。はっはっは。何笑ってんだ。確かこの棚に。なんだこれ、プリクラか。そう、最新式の。絶対嘘。漏れたかな。ああ、上司の様子がおかしいわよ。じゃあ、骨になってく。あ、これプリクラじゃなくてダイエット光線だったか。ダイエットの効き目半端ねえ。よし、これを商品化して売ろう。がっぽりね。今度は骨ですかい。うちの犬にでもやろう。
こうして上司は犬に食われました。だがしかしまた戻ってきました。ほんとどうなってんだこのおっさん。もう仕事とかやめようよ。え、別にいいけど。いいんだ。今度はおっさんの足元が。喜べ。素直だな。表彰台にはそうやすやすと登らない方がいいというのが分かったわ。こんなのトラウマだろ。ちょっと今遠い。吉田くんって有能だね。さあ早くもこれで最後になりました。社畜が大爆発すると上司はこんな目に遭うんだね。散々だぜ。もう帰ってもいいですか。ダメダメ、私の分の仕事もやってくれ。自分でやれよ。次はどこを押せば上司をぶっ飛ばせるかな。本音出てんぞ。ああ、今見つけたよ。なんだこの BGM。 天から光が差してますよ。神様。え、神様。あ、このシーンどっかで見たことある。これだろうね。なんだこれ気色悪。あ、神様の手が伸びてきたよ。じゃあ、出てー。めちゃくちゃ喜んでんじゃねーか。あ、掴まれてる。イエーイ、ブラボー。ブラボー。ということで、社畜が溜まりに溜まった鬱憤は、最終的に神を呼び寄せることができるという結果になりました。きつければきついほどより強大な神を召喚できるんだろうね。何そのコスト的なやつ。ほらほらこっちだこっち。どっちだどっち。あ、また神が召喚された。やったー。さっきあんな目に遭わされたのにか。お、俺悪魔だからしいだね。おお、だけー。あなたが代わりに仕事をしなさい。なんで。お前の仕事だからだろうが。こうして悪い上司は強制労働装置をつけられたのでした。社員は大事にしないとね。霊夢教官、前回この上司に強制労働装置をつけましたよね。ああ、こいつはそれを解いて逃げ出しやがった。またこいつらは何かやってるぜ。そしてまた部下に長時間労働をさせようとしています。まったくこいつは懲りないわね。おい、ピーナツオくん、ピーナツオ。君、イライラしているかい？めっちゃイライラしてますよ。もう僕の顔からしてすげえイライラしているのが伝わっているでしょ。ごめん、全然。そんなイライラマックスなピーナツオくんに、今回も一暴れしていただきましょう。さあまずは何でこいつをいたぶってやるかな。おいおい今回多くねえか。それほどピーナツオくんは上司と戯れたいんだよ。すげえ恨んでんな。引き出しを開けるな。なんでだよ。そのまあ、いろいろ、隠してるし。何人の机の引き出しに隠してんだ。どうしようもねえやつだな。あ、ラブレター発見。ラブレター隠してやがったのか。何々。この手紙を10人に回さないと呪われるって。それラブレターじゃなくて呪いの手紙じゃねえか。ってことはこの上司は呪いの手紙をピーナツオに回したのね。ちょっと待ってろよ。あれ、封筒に入っていた手紙知らないか。呪いの手紙を回したなんて本人が知ったら切れるから、この上司焦って探してるぜ。もう何やってんだこのおっさん。あわあ、なんか頭挟まってない。気のせい気のせい。トメートケチャップ出ちゃってない。出ちゃってない出ちゃってない。これぞ秘技、引き出し覗き撃退術、引き出しも狂気になるんだな。このように演奏もできます。何そのオプション。今日もいい演奏だった。ねえ、やっぱトメートケチャップ出てない。なんで喋れんだよ。いやいや、一滴も出てないって。そんな時は清掃員の吉田くんに判断してもらいましょう。先生お呼びですかい。ケチャップ出てる？いや一滴も出てないっすね。訓練された清掃員だな。おっは、昨日どうも首がもげた気がしたんだよね。電気スタンドがそんな軽い音出るわけねえ。ふう、今日の仕事はこれにて終わりだ。突然何するのさ。不死身の上司はこの程度じゃくたばりません。さあピーナツオくんは何をするのか。まずは上司の靴と靴下を脱がせます。そして電気スタンドを足にかぶせます。焼き加減をしっかり見ます。じっと見ます。じっと。そろそろかな。できました。上司の炭足、炭バーガーの派生かな。旦那ってば全くこんなもの作って。ま、持って帰るけどね。あんなの一体何に使うんだよ。おっは、昨日はなんか炭焼きにされた気がするんだけど。気のせいだよ。夢で見たことがあれ？ってなると切ってあるもんね。この上司は実際に炭焼きにされたんだぜ。あ、しまった。使えなくなったから捨てよう。これで新しい PC を買ってもらえる口実ができたわね。とんでもねえ口実なんだぜ。はぁ、よかった。俺もさっきの炭足売って新型のスマホ買いましたよ。あれ売れたの。ああ、帰りてぇなー。ダメダメ。帰りましょうか。こう見ると二人とも似てるから、どっちが上司でどっちが柿の種かわからなくなるね。ピーナッツオだろ。さあピーナッツブラザーズが暴れております。おっと片方のピーナッツが青くなってる。これは虫にやられたんでしょうね。締められたんだよ。あ、眠い。
こんなところで寝たら風邪ひくかな。いつまで喋ってんだよ。ちょいの教諭。どうせまた奴が来るんだろ。ならその前に。唐突なボクシング。念のためにこれを。これで放置していれば美味しい漬物の完成だ。すごいわね。上司からケチャップ作れるし、漬物までできちゃうんだから、万能食材として大ヒットするかもね。しねえだろ。なになに、今度は漬物ですかい。こりゃまた売れるぞ。だから誰が買うんだよ。ちょっとピーナッツを食うってば、もっとしっかり漬けてよね。どうなってんだこいつ。マグカップハリケーン。このようにマグカップは時にこんな使い方もできます。まあ便利、買っていこうかしら。こう使う気かよ。お茶でもどう？ああ、持ってきて。何茶がいい？緑茶。かしこまり。まったくこいつはいつまで喋ってるんですかい。誰もが吉田くんと同じように思うぜ。おい、働け。泣いたー。なにこれ。ピーナツオくんすごくいい演奏だったね。でしょ。次はコンサートホールでやろう。こんなグロいの見せられたらたまったもんじゃねえ。私とオープン主は踊り子として出るわよ。なんで出る気満々なんだよ。お片付け完了。吉田くんご苦労。はいはい、残業持ってきたよ。汚なゆで卵頭。だからそっくりだ。You're fired. 今ご覧いただいている映像は、PPAP と言われると、I'm gonna have you arrested. めちゃくちゃブチギレる男性の映像です。なんでこんなにキレてんだよ。その単語を耳にするとパイナッポーになってしまうんだ。なりません。もしくはリンゴになりません。ピヨ。いやー、今日は次から次へとお忙しですぜ。吉田くんはこの道30年のベテランです。吉田さんじゃねえか。チッス。うわぁ。あいつらどこ行ったのかしら。きっと買い物にでも行ったんだよ。うっこ。あれは女子系ゴリラね。逆だろ。なんだか随分と廊下の方が騒がしいね。あ、おっさんが帰ってきたわ。待ちやがれ。ようやく戻ってきました。まったく何やってたんだか。とっくみ合いしてたんだろ。毎度。さあ次は何を使ってやろうかな。アイハーバーペイン。ああ、上司ペイン。どうじゃ。おお、ソーセージ。これソーセージ。ソーセージ。なんで喋れるんだよ。一度刺したペンは抜かない方がいいということですね。いやーよくわかる講座でした。お、今度はソーセージですかい。いやー参った。こっちが参るよ。あれ、今度は上下上司。いやー。流行る予感。絶対流行らねえ。俺の定規投げもまだまだ捨てたもんじゃないな。今度教えてよ。じゃあ投げるから正面に立っててね。的じゃねえか。ちょいと失礼しますよ。もうなんなのあの上司。何度も戻ってきて。さあ始まりました、上司 VS 部下の対決です。まずは部下のキーボード攻撃から始まりました。昔キーボードめちゃくちゃにする子供いたよな。おっとキーボードが割れてしまったぞ。何これうめえ。聞きましたか皆さん、キーボードは上手いらしいです。上手いわけねえだろ。なんていう妖怪かな。こいつは妖怪デロデログッチャン見たまんまの名前だな。あ、なんかいいことないかな。この前スクラッチ当たっちゃった。そうかそうか。で、いくらよ。1000円。えいやー。あいやー。結局宝くじの話は何だったんだよ。ちょっとこっちに来い。アンブレイラ。アンビリーバボー。アンダースタン。アップルパイ。お前らそれっぽい単語言ってるだけじゃねえか。あ、これポチロー。なになに、ゾヤマ。もう退社時間なんで帰りますね。ん、あいつ何してんだ。ああ、まさか時計をフリスビーにするとは。まだまだ俺たちの怒りは収まらない。共犯すげー見てる。凄まじい連続攻撃です。共犯がいるからなのかいつもよりも気合入ってるよね。時計をこんな使い方するのはこいつらくらいだぜ。どうだ、これが時計の恐ろしさだぞ。おい、やったか。完璧だ。時計ってこえ。やっぱ社内のみんな大変なんだよな。確かに。まったくこの人は分かってないんだよな。そうよ、社員を休ませてあげて。おいおいなんか持ってきたぜ。富士山の天然水をどうぞ。お、ちょうど喉が渇いていたんだ。ゆで卵星人、髪の毛完全に消滅してるぜ。富士山の天然水があまりに美味しくて、きっと髪の毛どっか行っちゃったんだよ。なんだその理論。まるで富士山を飲んでいるかのようだ。ゆで卵星人がおとなしくなったわね。あなたは半熟派、完熟派。生卵派。突然ですが皆さんに問題です。この画面に映っている二人の棒人間。先に死ぬのはどちらでしょう？
皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。同じくおなじみ霊夢よ、マリサだぜ。ということで今回は、こちらのゲームを実況していきたいと思います。見る感じクッキングゲームってところね。どこか。この画面からじゃどんなゲームかさっぱりわからないんだが。おそらく予想をするゲームだと思います。何その自信のなさ。まあとりあえずやっていきましょう。そうだな。ゲームスタート。最初に死ぬ人は誰でしょう。なるほど、確かに予想するゲームのようだな。斧と銃だったら絶対斧の人の方が先でしょ。え、てっきり銃のやつが暴発して死ぬと思ったんだけど、深読みしすぎだな。うぷ主の予想が的中したか、なんか悔しいな。そこ喜ぶところじゃないの？あ、今度は壁があるわ。壁がある分銃は不利だろ。いやいや、きっと壁を貫通してさっきみたいになるよ。今度こそ銃が暴発すると思うから銃の方で、どんだけ暴発させたいんだお前は。さあどっちだ。やったわ、私の予想が的中した。いや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 、答えはそうだったけど壁に当たったから先に死んだんだろ。時には斧も銃に勝つということです。俺とお前、どっちが先に枝を切れるか競争な。へえ、なかなか面白そうな競争ね。切ってる本人が枝に乗ってなかったらな。さあこの場合はどっちでしょう。ちょっといきなり難問ね。そんな時は適当に。ちゃんと考えろや。あ、切ってる場所が枝の先か根元か違ってたのね。まあ私は最初から分かっていたけどね。ここに大嘘つきがいます。お次は少し複雑な問題です。先生、わかりません。考えてないだろ。こういうのは順を追って見ていくんだぜ。岩がうまいこと落ちれば下にいるどちらかに当たるし、岩が落ちなかったら上のやつが。先生、わかりません。諦めんな。正解は下にいる右の人でした。これはなかなか予想しづらい問題だったな。お次もとんでもない状況です。ほんととんでもねえ状況だな。ちょっと、左の人なんて武器何も持ってないじゃない。こりゃ左が先だわ、安直。ほらね、イラッとするなぁ。シーソーに騙されがちだね。確かに、これも単純そうに見えてなかなかな問題だぜ。太郎さん、私今とっても幸せだわ。花子、僕も幸せだ。太郎さんは私の運命の人だと思うの。とってもいい雰囲気のカップル。あー喧嘩しないかなー。なんてこと言うのかしらこの子は。君とならいつまでも一緒にいられるよ。本当に嬉しいわ。流れ星にもこの幸せが永遠に続くように願ったよ。私ももちろん願ったわ。すげえラブラブだな。まあなんて素敵なスポーツカー。素敵な車ね。ねえ、あの車買って太郎さん乗ってよ。ごめん、僕にはそんなお金は。そんな、お、あの女の子かわいい。へえ、彼女、俺とドライブ行かない？え、私。君みたいな素敵な女性にはこの車がぴったりだ。あら、嬉しい。お金で愛が買われた瞬間ね。おいおい、永遠の愛を誓ったのに嘘だろ。太郎さんさようなら。花子、あんなに好きだったのに。結局は金か。自転車こえ。立派なスポーツカーが一瞬でぶっ壊れたんだぜ。新しい彼女作ろう。あ、ちょうどトイレがあるから済ませておこうかしら。別になんてことない光景ね。そういやこの反対は女子トイレだったな。キャー、覗きー。いやー。なんでバレたんだ。こんなに堂々と覗いてればバレるだろ。信じられないこの野郎。便器を抱えた。覗き、ダメ絶対。お次は壁に加えて岩が追加されました。今度は斧の方が先だと思う。あの岩が素直に落ちてきたらな。どうかあの岩よ、落ちてきてくれ。前回壁に当たったことを学習したわね。これはなかなか難しい問題。板から移動する前にきっと撃たれるわよ。いや、ジャンプすれば落とせると思うぜ。ああ、本当にジャンプした。本当物事ってどうなるのかわからないわね。やったー。あ、誰かいい人いないかな。またスポーツカーが爆破しそうな予感。お、あの女の子かわいい。こんにちは。あ、こんにちは。よかったら僕とお茶を。お、かわいい子発見。よかったら今からドライブに行かない？まあ素敵、行きましょう。そうか。結局は財力か。こいつを見ているとすげえ悲しくなる。あんな車さえなかったらあの子は今頃僕とお茶に。悲しいなぁ、この自転車買ったばかりなのに。
け、元気出して棒人間くん。悲しいからこの橋を外してやろうか。ずいぶん簡単に外れるな。あー、すっきりした。今なんか大きな音がしたような。まあいいか、さあ気持ちを切り替えて帰ろう。おい、買ったばかりの自転車。あー、すっからかんだ。明日からどうやって生活していこう。お、今日が返済日だったよな。え、あ、ちょ、今日中に全額返済できなきゃや、わかってるよな。お前の臓器を金に換えるだけだ。ちょっと待ってください。こっちはもう十分待ってやったんだ。もう待つわけにはいかねえな。そんな。いやだー。あ、こら、待ちやがれー。はぁ、はぁ。やばい、このままじゃ大変なことになる。今すぐお金を用意しないと。でもどうやって大金を用意すればいいのかわからない。このまま借金取りに見つからずに隠れ続けるしかないのか。何か、お困りのようですね。え、私なら、あなたの助けになれるかもしれません。え、どういうことですか？優勝すれば莫大なお金が手に入る、とあるゲームが近々開催されるんです。あなた、もう後がないようですし、そのゲームに参加してみませんか？優勝すれば、莫大なお金。こうしてウプ主は、とある闇のゲームに参加することになった。これでまた一人参加者獲得です。そして私は大金を手に入れるため、イカゲームと呼ばれるゲームに参加することになった。はぁ、これだけの人がいる中で優勝しなきゃいけないなんて。え、霊夢。え、ウプ主、どうしてあんたがここに？それはこっちのセリフだよ。そんなの、優勝賞金が目当てに決まっているじゃない。そういうあんたも賞金目当てで。うん、なんとか借金を返さなきゃ臓器がなくなるかもしれないんだ。はぁ、あんたも後がないってわけね。ゲームはゲームでも何のゲームなんだよ一体。マリサ、あんたまで。なんでお前らがここに。それはこっちのセリフだよ。このカウントダウンは、ゲームが始まるまでのものかな。おそらくそうだろうな。おお、ついにゲームが始まるわ。あれ、ロビーから移動しない？これ、もしかしてあのドアの近くにいなくちゃいけなかったんじゃない？よし、今度は扉の前にいましょう。ゲームはレッドライトグリーンライトだってよ。何それ、聞いたことないわね。とりあえずゲームに参加しないと賞金がもらえないから参加しよう。それにしてもすごい人の数だな。この中の1位にならないといけないわ。ん？なんだろうここ。入場ゲートみたいだな。きっとこの先にゲーム会場があるんだ。今写真撮られなかったか。写真なんか撮ってどうするのかしらね。ん？随分と広々とした場所だ。おい、先に誰か立ってないか。あ、もしかしてこれ、噂のダルマさんが転んだじゃない？ダルマさんが転んだ、それが今回のゲームってこと。なんだ、それなら楽勝だぜ。あのマネキンが鬼なんだろうね。ダルマさんが転んだのくせに、なんか妙な緊張感があるわね。よし、頑張ろう。こんなところでやらかしたらダメよ。うん、リラックスしてね。え、動いていいの？グリーンラインはダルマさん側の部分か。怖い。撃たれた。このダルマさんが転んだ、ちょっとでも動けば撃たれるんだ。これが大金をかけたデスゲームってわけね。え、隣の人動いちゃったの。いいか、あの人形が後ろを向くまで絶対に動くなよ。うん。命がけのダルマさんが転んだとかシャレにならないわ。よし、動ける。おそらくあの制限時間以内に鬼の方に行けってことだろ。止まれ。ちょっと、あの戦闘の人すごくない？とんでもねえ強者がいたもんだ。ダルマさんが転んだでこんなに緊張するのは初めてだぜ。え、また動いて死んじゃった。あれだけいたのにかなり人数が減ったわね。どうか、たどり着けますように。行ける。いつ来るかわからんから怖い。そろそろ。ストップ。ひぃ、めちゃくちゃ死んでるじゃねえか。ちょっとでも止まるのが遅れるとダメね。怖い、逃げ出したい。あと少しよ、落ち着いて繰り返せば絶対たどり着けるわ。いける。なるべく近くまで行きたい。止まれ。
どんどん人数が減ってるし、私が先頭。ウプ主がゴールすればみんなもそれに続くでしょう。そうだね。行くぞー。止まって。すごい、ゴールがもう見えてるぜ、頑張れ。ふぅ、落ち着こう。進めー。うおー。たどり着けるか。はぁ、せっかく私が人生最大のチャンスを与えてあげたというのに。やはりほとんどのものはそのチャンスをつかめないのですね。つまらない、本当につまらない。あの時、もっとああしていれば、そう思ってしまうものですよね。はぁ、はぁ。やばい、このままじゃ大変なことになる。今すぐお金を用意しないと。でもどうやって大金を用意すればいいのかわからない。このまま借金取りに見つからずに隠れ続けるしかないのか。何か、お困りのようですね。え。私なら、あなたの助けになれるかもしれません。え、どういうことですか。優勝すれば莫大なお金が手に入る、とあるゲームが近々開催されるんです。あなた、もう後がないようですし、そのゲームに参加してみませんか。優勝すれば、莫大なお金。絶対に大金をゲットして自由な生活を送るんだ。え、ウプ主どうしてここに？そういう霊夢こそ、どうしたの？いや、いかにも怪しい人から大金が手に入る究極のゲームがあるから参加してみないかって言われて。はぁ、ゲームって一体何のゲームだよ。マリサも。なんでお前たちがここに？なるほど、後がないわけだな。何のゲームをするのかわからないけど、勝ち残って大金を獲得しないと。なんかこういうゲーム昔やったことあるような。それ私も思ったぜ、でも思い出せないんだよな。デジャブってやつかな。まあ何にせよどうにかして勝ちましょう。あ、みんな進んでる。これ全員参加者か、随分と多いな。この中で優勝するのは簡単なことではないでしょうね。よーし、気合を入れて頑張るぞー。これ、知ってる、見たことあるぜこの光景。なんか、あの人形の近くで死んだことある気がする。わかるわ、このゲーム、だるまさんが転んだよ。ただのだるまさんが転んだじゃない気がする。動いたら撃たれるんだ。前回のイカゲームで体験した記憶を少し思い出す三人。絶対に深追いしちゃダメだ、とにかく慎重に。止まって。あと少し、貪欲になるなよ。確実に進む。よっしゃー、生きてたー。はぁ、もう腰が抜けそう。何人か脱落しちまったがほぼほぼ生き残ったぜ。嫌な予感はしてたけど、命を懸けたゲームだったなんてね。うわーん、泣きたくなってきたー。人形の胸を借りるな。これで終わり、なわけないわよね。あ、写真が床に出ている。緑の枠は生存者、赤が脱落者だろうな。三人しか脱落しなかったのね。生存者の皆さん、おめでとうございます。賞金が加算されました。この調子で次のゲームも頑張ってください。幸運を祈ります。どんどん賞金が増えていくのか、ずるいやり方だ。皆さん、お待たせいたしました。次のゲームへお進みください。次は何のゲームだろうな。失敗したらここで終わり、集中していこう。ん、公園。壁に4つの記号が書かれてるな。この記号は何を表すものなんだろう。第2ゲームは傾きです。皆さんにはここにある記号の中からランダムで一つ、型を配布いたしますので、その型を正確に切り抜いてください。もし、型が割れてしまったらその時点で失格となります。それでは席についてください。私の型は丸型だ。ピンク色のピンを型に沿ってなぞってください。型からずれると失敗です。ご注意を。慎重に、ゆっくり、確実に。手汗との戦いだぜ。そのままそのまま。誰か撃たれた。周りのことはいい、集中するんだ。ふぅ、全部カーブだから怖い。絶対に焦っちゃダメよ、時間はまだ大丈夫。あと少し、もう少しだ頑張れ私。終わった。はぁ、とんでもなく緊張したわ。かなりの人が脱落してるね。星型の人、苦しかっただろうな。さっきの傾きで一体どれくらい生存者がいるでしょう。
うわぁ、一気に減ったなぁ。全体の半分くらいが脱落しちゃったわね。第2ゲーム、勝者の皆さんおめでとうございます。賞金が加算されます。引き続き頑張ってください。嬉しいけど、素直に喜べない。そりゃそうよ、どこまでゲームをやらされるのかわからないんだもの。第3ゲーム開始まで、今しばらくお待ちください。これは精神的に来るゲームだ。心を強く持ってないと勝ち進むことは不可能だぜ。うぷ主、自分を信じて進むのよ。今回は順調に進んでいるようですね。この調子で頑張ってくださいよ。皆様を楽しませないといけませんからね。それでは、第3ゲームが始まりますので先に進んでください。全然休憩時間ないね。そうね、すぐに次のゲームが開始されるわ。この階段を登っていくのも大変なんだぜ。制限時間があるけどさ、この時間以内にたどり着かないといけないのかな。多分ね、遅れても脱落になっちゃうんじゃない？まったく、とことん自分勝手な運営だぜ。急げ急げー。ゲームの前に体力を消耗するのは嫌ね。まだ登るしかないの。あ、ようやく会場に着いたぜ。危なー、残り16秒だったわよ。それでは皆さん、まずは2チームに分かれてください。え、チームに分かれる？オレンジか青のどちらかだな。オレンジの方が人数が多いわよ。それならオレンジにしておこうかな。チーム分けして何のゲームをやるのかわからないけどね。綱引きだ。なるほど、だから2チームに分かれたんだな。頑張れー、綱引きは腰を落としてぐっと引くのがコツよ。うおーおー、負けたらし、負けたらし。そうだ、この綱引きには命がかかっているんだ。うおーおー、負けるもんかー。いいわよ、だんだん引いてきてる。みんな頑張れー。すごい、最初は負けていたのに同じくらいになったぜ。ついに相手チームのパワーを上回ったわ。ここが勝負どころ、気を抜いちゃダメ。ひけひけひけー。ここで負けるわけにはいかないのよ。あと少し、あと少しだー。ついに7割いったぞ。くぅー、手に力が入らなくなってきた。頑張って、もう少しで勝てるかもしれないわ。やべー、相手も最後の力を出してやがる。みんなもっと引っ張ってー。ここで負けたら全員死んじゃうよ。ひけひけ頑張れ、制限時間は無制限、どっちかが引っ張り切るまで終わらないわ。ああ、向こうのチームの人が落ちてった。勝ったけど無謀。自分たちがあの人たちを落としたんだと思うと罪悪感で押しつぶされそうだよ。命を懸けたゲームっていうのはこういうことなのね。とりあえず次のゲームに進めるわね。生存者は私含めて5人。たったの5人しか生き残ってないんだな。第3ゲーム、勝者の皆さんおめでとうございます。賞金が加算されます。この調子で次のゲームも頑張ってくださいね。一体どこまで続ける気なんだ。それでは第4ゲームのステージにお進みください。今度は余裕を持って走っていこう。到着、なんとか間に合いました。またグラウンド。生存者の皆さん、ようこそお越しくださいました。第4ゲームは、ビー玉遊びです。ビー玉遊び。このゲームでは、バッグからランダムな量のビー玉が選ばれます。そして、選択するビー玉の量が奇数か偶数かを判断する必要があります。手持ちにあるビー玉、1個から5個までかけることができます。皆さんで出し合ったビー玉の数が奇数か偶数か選択し、間違ってしまえばかけたビー玉すべて失います。ラウンド4の終わりまでにビー玉が6個未満の場合、負けます。ビー玉が12個に達すると、自動的に勝ちます。なるほどねー、これは完全に運の勝負だわ。奇数か偶数か当てるゲーム。手持ちのビー玉は6個か。私は結構慎重派だから少ない数をかけていくよ。こえー、リアル開示じゃない？偶数に2個かけます。お見事、偶数が正解でした。よかったー。これで手持ちのビー玉は8個になったぜ。次は奇数に3個かける。結果は偶数でした。うわぁ、やっちゃった。3個取られたわよ。次は2個、偶数にかけます。今回の結果、偶数でした。よし、取り戻したわね。最後はギャンブル、自分の運を試します。うわぁ、奇数だったらしだぜ。やったぁ、偶数だ、これはついてる。もう、アンタークーンの持ち主なんだからやめてよね。よし、第4ゲームクリア。はぁ、もうこんなギャンブルたくさんだ。続いて第5ゲームを開始します。それではステージにお進みください。絶対に最後まで生き残る。引き続き頑張るわよ。それでは皆さん、お好きな番号をお選びください。それなら最後の方がいい。最初だとなんか責任感じそうだからね。ということで、うぷ主は49番を選んだわよ。この選択が吉と出るか。
ちょ、これってガラス？二つのガラスの床、片方が強化ガラスでもう片方が脆いガラスです。常に強化ガラスを当て続けなければ落下しますのでご注意を。こんなの不可能だよ。どっちだ？どっちが正解だ？前回より頑張りましたね。皆さんどうもこんにちは。絶賛深爪中、ウプ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。いつも可愛い霊夢ちゃんだよ。バレバレの嘘つくな。邪気眼系男子、ユートです。毎度おなじみマリサだぜ。今回は霊夢がお休みでユートに来てもらいました。久々の下界、悪くないな。やかましいわ。ということで今回はストレス社会にお送りする、スカッと爽快ゲームを実況していきたいと思います。お、そいつはいいな。それじゃあ早速やっていこう。このゲームは、以前に実況したターボディスマウントみたいな感じです。ああ、あの人間の臓器が飛び出るゲームね。飛び出ません。車をよりぐちゃぐちゃに壊した方がスコアが高くなるってゲームだよな。そう、このゲームもぶっ壊れ度が高いとスコアが高くなるんだ。壊しまくってストレス解消だね。おお、高く飛んだ。車もろすぎだろ。いけいえ、バラバラだ。タラタッタ。タラタッタ。クールクールクール。タラタッタ。クー。吹っ飛ぶのもいいけど粉々にしたいな。相当ストレス溜まってんな。そんな時にはとってもいいものがありますよ。え、なになに。まあまあ見てて。おお、このシュレッダーいいね。じいさんの足がとんでもねえことになってるぜ。じいさんは砕く価値もないと思われて放り出されたんだよ。ケチ。ジジイド M かよ。お次は見ての通り、爆弾畑を走っていただきます。面白いくらいに爆弾だってわかるな。あ。うわー、洋服が焦げちゃった。洋服なんてどうだっていいだろ。あちゃー、向こうまで爆発が広がっちゃったよ。このおっさんのせいなんだぜ。あ、寝ちゃったよ。起きろごらー。お次はショッピングカート少年、マイケルに走ってもらいましょう。後ろに下がりマイケル。ちょ、そのまま下がったら爆弾が。ファイアー！大成功。何言ってんだこいつ。マイケル、今度は落ちないように気をつけてね。もちろんだ、ジョン。いや、もうこいつらいや。飛びマイケル。すごいジャンプだ。まさか飛び込んだ先が便器だったなんて。しかも半端なくでかい便器な。でもマイケル嬉しそうだし、問題ない問題ない。流されマイケル。わしは田中とね、1306歳。不死身かな。ちょ、おばあさんがこんなことやって大丈夫なの？これこそ、わしはピチピチのギャルじゃ。無理がある。うわぁ、年寄りが何やっとんじゃ。自分で飛んだんでしょうが。ほげー。今、わしどうなってる？レゴブロックに埋もれてます。レゴブロックじゃなくてレンガだろ。お次は何の変哲もないステージです。何の変哲もないわけがねえ。あ、巨大ミキサーがある。スムージーでも作るのかな。作らねえだろうな。ヤッフー、スムージー。あ、これ自分がスムージーになるやつだ。え、自分がスムージーに。美味しくできるかな。に、人間スムージーマジ怖え。はっはっはっは、僕はレモン味のスムージーさ。当人はアホみたいに喜んでるぜ。あ、自分もスムージーになってみたいって方は、僕までお声かけください。さあお次のコースをジジイに走っていただきましょう。爆弾が見えるんだが。え、行き止まりだよ。さすがジジイ、貫禄たっぷりの大ジャンプを見せてくれました。トメさんも負けてないよ。若いもんには負けんわい。うわぁ、トメさーん。ひと刺激的じゃったかのう。ちょっとなんてもんじゃねえよ。どいつもこいつも。みなさん、またまた大ジャンプを披露します。なんでこのジジイ毎回こんなに飛ぶんだよ。ただ飛ぶだけじゃなくて。一本。おい、目の前に壁があるんだけど。ああ、ジジイにしたらこんな壁なんてことないですよ。
キャッハー、思いっきり飛ばすぜー。思いっきりぶつかってんじゃねえか。ジジイはそんなに運転が上手ではありません。ああ、知ってた。さあ壁に向かってレッツゴー。飛ばないジジイはただのジジイ。ジジイは緊急脱出の達人です。誇れるのか。うわぁ。ちょっとサクッと刺さった。うわぁ、ちょっとどころじゃねえ。ジジイはプラスチックでできているので平気です。プラモかよ。みんなは真似しないでね。しねえわ。わしゃ負けんぞ。トメさんはとても負けず嫌いです。おぉ、いい飛びっぷりだ。ポーズも素晴らしい。あら、わしの車は、吹っ飛んでいったぜ。きゃあ、なにこれー。ジジイの刺さり方よりもトメさんの方がすごいね。これが本当の Y 字バランスだね。じいさんばあさんに負けるもんか。おっと、ここでマイケルも参戦だ。背番号21は伊達じゃない。21ってすごいのか。マイケル、いつにも増して気合が入っているようです。僕はより高く、美しく、芸術的に飛ぶよ。こいつちょっと自分で飛んでるぜ。しかもかなり高く飛んでますよ。あーれー。こりゃトメさんが優勝だな。ぐは。久しぶりに買い物に来たぞ。たまには外に出るのもいいね。ん？うわあ。ちょ、何これ、もしかして。誘拐。ここは一体、南海マトラの鳴き声みたいなのしたよね。やあやあ、目が覚めたみたいだね。フラン。これは一体どういうことなの？私はそんじょそこらの一般的なフランではない。何一般的なフランって？私はこのエンジョイサーカス団の座長のフランなのである。エンジョイサーカス団。いかにも、我らの座長です。合間で。道端にいたキツネよ。お前も今日からサーカス団の一員となり。すんごい芸を習得してもらうぞ。いや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 、そんなことできませんよ。大丈夫、あっちで二人の練習に混ざってやってきて。二人。霊夢とマリサ。走ってるトラックからトラックに飛び乗るなんて無理よー。私は何をしているんだ。さあ、一緒にやってみて。ちょっと具合が。何が何だかわからないままサーカスの芸を身につけることになりました。しかもその内容が走っているトラックに飛び乗って特定の場所を目指すってものなのよ。サーカス初心者なんだからもっと簡単なやつをやらせてほしいぜ。まあとりあえずどんなもんか挑戦してみようか。とっても危険だから気をつけるのよ。ちょ、これマジのやつじゃん。うわぁ。おぉ、初めてにしてはなかなかいいじゃねえか。やっぱダメだった。これサーカスじゃなくて映画のスタントとかでしょ。いいえ、これがあのエンジョイサーカスのレベルなんですって。エンジョイサーカスレベル高え。てか本当にこれ、キャーとか言いつつ、クリアしたじゃねえか。はぁ、はぁ、うぷ主あんた、トラックジャンプの素質あるわよ。でもう次来るか。大丈夫大丈夫、お前なら私らの代わりにやってくれると信じてるぜ。ちょっと霊夢とマリサも一緒にやってよ。ぐ、古傷が急に。そんなもんないでしょうが。さあうぷ主、高く飛んでゴールを目指せ。ひぃ、ギリギリ。いいわよその調子その調子。ああ、タイミングがー。トラックも全部が全部同じ感覚で走っているわけじゃねえからな。せめてもう少しゆっくり走ってよ。ホップステップジャンプのリズムよ。わかった、ホップ、ステップ、ジャーンプ。いいぞいいぞ、いけー。ちょ、今トラック事故ってなかった。いや、事故ってなかったわよ。思いっきり事故ってるよ。あの事故を回避しないといけないんだぜ。ただまっすぐにジャンプするだけじゃダメなんだね。ふっふっふっふ。どんどん難易度が上がっていくから油断しないようにねー。こんなトラックジャンプなんか身につけて何になるのさ。トラックジャンプの大スターだ。こっち見てー。最高というような待遇が受けられるかも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 。私、やるよ。なんて単純なやつなんだ。よっしゃー、私はトラックジャンプスターになる。あ。必ずあのゴールをくぐってやるー。いけー、飛びまくれー。岩が崩落している、気をつけろ。とりゃー、私は鳥だー。気合でゴールしたぜ。さあこの調子でどんどん走り抜けていくわよ。さあステージ4だぜ。まだ縦に綺麗にトラックが並んでるから飛び越しやすいよ。飛びすぎ注意ね。ちょうどいい高さとタイミングでジャンプしないとね。ちょ、飛びすぎじゃ。ふぅ、ギリギリセーフね。たー。記録、6メートル。よっしゃー。まったく喜べねえわ。ついつい力が入っちゃってジャンプしすぎちゃうんだよね。その気持ちわかるわよ。私も、他の神社に賽銭入れるのが嫌で、ついついお金をものすごい握力で握っちゃって曲げちゃう時あるもの。どんだけ嫌なんだよ。なるべく力を入れすぎないように、リラックスしてジャンプしよう。よっしゃー、ゴールだぜ。
そもそもこんな砂漠地帯をなんでトラックが走っているのかしらね。みんな人生のオアシスを探しているんだよ。何言ってんだ。さあ私も人生のオアシスを求めて走るぞ。ここら岩場だから崩落には注意だぜ。それに今回ゴールまでかなり長くない？ええ、いよいよ団長の訓練も本格化してきたってわけね。ふっふっふ、頑張ってねー。カーブもちょこちょこあるから考えて飛ばねえとな。ほ、は。考えないで飛んだわね。今度はしっかり道を意識して飛ぶよ。ここ気をつけろ。よし、なんとか曲がったぞ。この先も大きなカーブがあるわよ。なるべく内側に内側に。ああ、惜しかったー。これで成功させてみせる。さあ果たしてウプ主はゴールにたどり着くことができるのか。落ち着いて飛ぶんだぜ。どやー、見ているこっちがヒヤヒヤするわね。ひー、また落ちるかと思ったぜ。このままゴール。だんだんトラックジャンプの感覚をつかめてきてるじゃない。うん、最初は怖かったけど楽しくなってきたよ。これを楽しんで飛べるやつなんてなかなかいないぜ。うわー、トラックがどうしてこうなった。うわー、壁が崩れた。岩邪魔ー。完全に巻き込まれたのにゴール扱いになったわね。今のはめちゃくちゃだった。さあレベル7だ、張り切っていくぞ。張り切っていくぞ。はい。いかに危険で不安定な場所でもスイスイ進めるかがこのトラックジャンプでは重要なのよ。なるほど、いついかなる時でも普段通り飛べる、それがプロってやつですね。これにプロがあるかどうかはわからんがな。さあさあトラックが固まり始めるわよ。ふう、落ち着いて落ち着いて。ちょ、前が。これどうすんのー。岩を飛び越えていくんじゃない？それだ。忍者かよ。なんとか岩を避けて進むしかねえだろ。そうだね、なるべく崩れる前に通過したい。そもそもなんで砂漠の真ん中にこんなもんがあるのよ。昔の遺跡かなんかなんじゃねえか。だからトラックが通っただけで崩落するんだ。あ、遺跡に突っ込んじゃったわ。ジャーンプ。じゃあ、ほんとに岩を飛んだー。ちょっと試してみたいことがあるんだけどさ。なになに、トラックを連続で爆破していく計画。お前そんな計画考えてたのか。いや、ここはあえて動かない作戦。ずっと乗っているってことか。今動かなかったから瓦礫の中を通れたわよ。惜しかったな、もしかしたらこの作戦でクリアできるかもな。次はより安全なトラックの上で待機するよ。うまく通ってゴールしたいわ。よし、ここで待機するぜ。お願い、このまま行ってー。あ、成功したんじゃない？やったー、時には動かないことも大事なんだね。ってことで、動くイコール寝るじゃねえんだよ。さあ続いてはレベル8。ここはトラック同士の間隔が広いな。それなら無理して飛ばないで動かない作戦よ。ちょ、逆走してきてない？マジだー。じゃあ、巻き込まれたー。逆走なんて聞いてないぞ。これは動きまくった方がいいタイプの場所ね。よし、じゃあ思いっきり飛びまくるぞー。ロングジャンプ来い。ゴールはもうすぐよ。あとちょっとあとちょっと。まったくちょうどぶつかってきやがる。お次はどんなコースなのかしら。これまた随分とゴールまで距離がありそうだね。ああ、このまま何もなく進めればいいな。うわ、早速爆発したわよ。じゃあ、ここ坂だー。カーブの次は坂と来たか。あの坂をなんとか克服しないとね。来るわよ来るわよ。くー。これ半分地面についてんじゃねえか。結構長い登り坂だったね。トラックの波にうまく飛び乗るしかないわ。どやー。突っ込んでどうすんだ。今度こそ華麗に飛び乗ってゴールしてやる。この子ったらいつの間にこんなに成長して、お母さんかな。この坂を登るようにトラックジャンプスターの階段を駆け上ってやる。いけー。ゴールはもう目の前なんだぜ。たー。ゴール。いやー、ハラハラしたぜ。いよいよレベル10よ。何この仕掛け。ベン&エドを思い出すぜ。じゃあ、トラックが。どうすればいいのさ。頑張って。あの野郎にやらせるか。トラックが壊れちゃ足場自体がなくなるから、なんとかして無事なトラックの上に乗るしかないよ。もうわちゃわちゃしてるわ。く、トラックが。あの棒ー。意地でもゴールまで行ってやる。ああ、私たちのトラック魂見せてやろうぜ。今棒が上に上がってチャンスよ。トラー、絶対にゴールしてやるー。危ねえ。トラーク。よっしゃー、ゴールしたわ。トラックジャンプ。こいつまた変な夢見てんじゃねえか。起きたら聞いてみましょ。